こんにちは、綺麗なレッツチャンネルのぐんじです。はい、というわけで今日のテーマはボブの伸ばしかけの巻き方です。ボブがだんだん伸びてきて、ちょっと微妙な長さになってきました。この髪の長さってめっちゃくちゃ巻きづらいんですよ。私だけなのかな。コテで巻けるかなと思うと、ちょっとボリュームが出すぎちゃったりとかっていう経験があったので、いろんな巻き方を試してみて、私が気に入ったものがあったので、今日はそちらをご紹介していきたいと思います。ボブの伸ばしかけで髪の毛いつもまとめるしかないみたいな方とか、巻き方があんまりよくわかんないっていう方にぜひ見ていただけたら嬉しいです。では早速使うものとかも含めてヘアアレンジご紹介していきます。では、スタート。なるってよ。はい、じゃあまず使うものはまずこちらブラシでーす。これは何でも大丈夫でーす。とりあえず巻く前に髪の毛は溶かしたかったのでブラシを用意します。これはちなみにリファのブラシでーす。そしてこちらリファロックオイルピンク、これは巻く前につけてあげるオイルになります。まあ、これもリファなんですけど、巻く前に OK なオイルとかを使ってあげると巻く時に滑りやすくなって、すごく巻きやすくなるし仕上がりも良くなるので、こういうのを使ってあげるのおすすめです。そしてこれもリファなんですけど、ストレートアイロンです。今日はコテではなくてストレートアイロンを使用していきます。カラーのこちらヘアクリップです。これはもう何でも大丈夫です。髪を分けながら巻いていきたいので、こういった止めるようなものを用意しました。こういう形じゃなくても髪が止まればどんな形でも何でも大丈夫です。で最後にこちらルフトケアデザインオイル D、 こちらのオイルとこちらルフトケアデザインワックス D、 こちらのヘアワックスを混ぜて最後スタイリングしていきます。こういうワックスとかをつけてあげることで巻きもキープできるし香りもつけられたりするので、最後にスタイリング剤はつけてあげましょう。はい、じゃあ使うものは以上になりますので、ここから髪の毛を巻いていきたいと思います。で巻く手順としては、まずブラッシングする、まあ、髪を分ける、一番下は内巻き、それ以降は S 字に巻いていくという流れになります。まあ、最初にやり方はこんな感じっていう手の動きを見てもらって早送りして、でまた違う作業があった時は手の動きを見てもらって説明してまた早送りっていう感じになりますので、動画を止めながらぜひ一緒にやってみてください。じゃあやっていきます。まずブラッシングをしていきます。髪の毛を溶かす。巻く前にしっかり髪溶かしてあげないと絡まった状態で熱を加えてしまったりする恐れがありますよね。そうなってしまうと髪が傷む原因とかにもなってしまうので、必ずしっかりとこんな風にブラッシングしてからやってあげましょう。そうしたらさっきの工程で言うの忘れちゃったけど、このオイルをつけていきます。まあこれは絶対じゃないんですけど、あると巻きやすくなるので持ってる方はぜひつけてあげてください。まずは毛先とか内側につけてから前髪や表面につけてあげてください。あと忘れがちなこの耳あたりのもみあげとかのこの辺の髪にもつけてあげます。アイロンを温めます。私はいつも180度でやっています。まあ180度ね、ちょっと熱高いなと思うんですけど、なんか私の髪質的にちょっと160とかだと物足りない感じがしてしまって、跡がつかない感じがしてしまうので、いつも180度でやっております。髪が柔らかい方とかはもう少し低い温度140とか160とかでやってもらった方が絶対にいいので、温度には気をつけてみてください。では髪を分けていきます。だいたい耳上ぐらいで分けていきます。で余った髪はこちらで留めておきます。こんな感じ。そうしましたらこちらを内側に巻いていきます。ワンカールで OK。 ではちょっと一度やってみます。髪をあまり取りすぎないように注意してください。一度通したら内側にくる、こんな感じです。こちらをどんどんやっていきます。後ろの髪も一度通して内側にくる、こっち巻いてない方で、こっち巻いた方内側にくるっとなってくれてると思います。こっち側も同じように内側にくる、
ではこれを全体的にやっていきます。で後ろの方巻きにくいかとは思うんですけど、こんな感じで持ってきてもう前に引きずり出してきちゃえば OK です。内巻きが終わりました。そうしたらこれを上の髪の毛と一緒に巻きたくないので後ろで本当に軽く縛っておきます。本当に軽く縛っておかないと後ついちゃうんで軽くで大丈夫です。こちらの仮止めを外します。毛量があまり多くない方は、全部下ろしちゃっていいんですけど、毛量が多めな方はもう一段分けておくといいと思います。私はいつも3回に分けて巻いております。なので今日も3回に分けて巻きます。ではこちらを S 字に巻いていきます。まずは一度髪を通す。そしたらここのあたりでふわんとさせてシュッとさせます。いきますね。外側にふわん、外側にシュッ、こんな感じでこういう巻きを作っていきます。その後ろも同じ、一度滑らせて外にふわんで外にシュッ、こんな感じ。こっち側も一緒です。外にふわん、ちょっと外側巻きすぎたけどこんな感じ。これを全部にやってあげたら OK です。じゃあやっていきます。後ろ側もさっきと同様前に引っ張ってきて同じ作業をしてあげれば大丈夫です。はい、2段目はこんな感じ、シュンシュンってなってるようなスタイルです。一番下の最初に縛った髪を外すと今こんな感じになっています。じゃあ最後も巻いていきます。最後も2段目と同じように巻いていきます。で私の場合は前ブリーチしていて髪の毛が切れてしまっていてちょっと長さがバラバラだし表面の髪が短いような今はヘアスタイルです。なのでウルフっぽい方とかの参考にももしかしたらなるかも。ぜひやってみてください。ここも内側ふわーんで外側シュで巻いていきます。こんな感じで巻き終わったので後ろに留めていた髪を外して全貌を見てみましょう。全貌を見てみるとこんな感じです。いい感じですね。動きがあってちょっとこうおしゃれな感じに巻き上がってるかなと私はいつも思っています。あとは顔周りの髪の毛を巻いていきましょう。これをちょっと後ろにこんな感じで流していきたいので顔周りの髪をちょっと外側に巻きます。軽く後ろに引っ張るような感じ。そうするとここがふわんとなってくれます。でこっち側は反対の手に持ち替えて外側にふわん、そして前髪を巻いていきます。はい、こんな感じです。でちょっとこの表面の部分が巻き弱いなっていうところはこんな感じで足してあげて巻いてあげるとふんわり感がプラスされるので、もうちょっとふんわりさせたいなっていう方は表面の髪を少し取って S 字にさらに巻いてあげるとふんわり感が出ておしゃれ感が増します。こんな感じです。良いんじゃないか。ここが内側になっててここは S 字になってるという髪型です。最後にスタイリング剤をつけていきます。今日はねワックスとオイル1対1でつけていきます。バームとかでも可愛いと思います。よく手に伸ばして内側毛先にもみもみ。あと忘れやすいのがこの耳のあたりの髪ですね。こうやって耳にかけた時とか風が吹いて耳が出る時とかにここの髪の毛って出てくるのでここもしっかり潤わせてあげるのが私は重要だと思っています。余ったスタイリング剤で前髪につけていきます。前髪をちょっと整える。スタイリング剤つけるとこんな感じです。ツヤが出て
さらに大人っぽくなりました。でこれで終わりでもいいんですけど、最後に一工夫してあげるとめっちゃ良くなるのでご紹介します。この分け目、今ちょうど真ん中になってるんですけど、ここからもう1センチくらいでいいので、ちょっと髪の毛を分けて反対側にずらしてあげる、ずらすっていうか反対側に髪を持っていってあげると、これだけでほら、ここがトップがふんわりしておしゃれ感が増します。大人っぽさも増したような感じしませんか？どうでしょうか？これで完成です。なるぴょ、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は伸ばしかけでどうやって巻いていいかわかんないとか、コテで巻くと髪の毛広がっちゃいすぎるみたいな方にぜひ見ていただきたい巻き方の動画でした。で、私の髪は表面の髪がここと比べると短い髪型になってしまっているので、ウルフとかちょっとレイヤーが入っている方とかにも参考にしていただけるのではないかなと思います。ぜひやってみてください。というわけで、また皆様は血も綺麗になれるような動画を配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますので、チェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。